フェオドラ・カロラ・シャルロッテ・マリー・アーデルハイト・アウグステ、マティルデ・フォン、ザクセン・イコール・マイ・人間は、ザクセン大公、ビルヘルム・エルンストの二度目の日。フェオドラは、ザクセン・イコール・マイ・人間公、ゲオルク・ニセイの三男フリードリヒと、その妻のアーデルハイトツア・リッペ・ビースターフェルトの間の、長女として生まれた。母は、リッペ広告殺傷のリッペ・ビースターフェルト伯エルンストの娘で、かつ、 最後のリッペ公、レオポルト四世の姉である。1910年1月4日、毎人間で、ザクセンバイマルアイゼナ派対抗ビルヘルム・エルンストと結婚した。ビルヘルム・エルンストは、最初の妻カロリー・ネロイス・ツー・グライツとの間に子供を儲けないまま死別しており、この結婚は再婚であった。フェオドラーは夫が1918年に、ドイツ革命に伴って退位すると、 家族と一緒に手礼エ園の所領に逃れ、さらにその4年後の1922年には、夫と死別した。夫、ビルヘルム・エルンストとの間に4人の子女を設けた。ありがとうございます。